指値注文は使わず成り行きのみを行う。私そうですよ。あ、そうなの？私守ってますよ、これは。基本的に指し手はしないです。皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルの小山です。山中です。さあ、本日は利益を出し続けるための鉄則というところなんですけれども、やっぱりですね、FX やってる人3年以上経たないとなかなか損益が安定してこない。で、FX の取引で伸び悩んでたり、収益が今月勝っててるけど来月は負けちゃったり、もう1年間勝ってたのに急に勝てなくなっちゃったり、そういう人もやっぱりあるかなと思います。そんな場合にやっぱり取引ルールを見直すことが一ついいんじゃないかなというところなんですけれども、今回はですね、もう取引ルールで有名なウィリアム・ギャンをテーマに持ってきました。ギャンはすごいですよね。取引ルールだけじゃなくて本当にテクニカルなことだとか、ギャン理論もありますよね。ありとあらゆるいろんなものを本当に編み出したという、なんと現在の価値で5000億ぐらい利益を上げたと、大変なもんですよね。今回はギャンにあやかって、取引ルールを作るにはどうすればいいのか、何を守ればいいのかということを動画にしてみましたので、皆さんのトレードのヒントになれば幸いです。はい、では今日はですね、もう特にこういう人に見てほしいというところで、まずFX で利益を出せてない人というところ、あとはルールを守れない人ですね。28のルールですから、自分のルールがもしかしたら適切ではないかなと感じていて、ルール作りを見直したりしたい人ですね、あとはもっと利益を伸ばしたい人、という方にこの動画を見てほしいと思っております。はい、本日の流れですね、まずギャンの28のルールというものがあるかを解説した中で、その中で山中さんが特に重要視している、ルールをご説明していきます。で、最後に取引ルールを作る上で重要なことを、ピックアップして、ご自身の取引ルールの参考にしていただければと思います。はい、まず、ウィリアム・ギャン、どういう方かと。メルの取引って非常に利益を上げた。そうですね。コモディティトレーダーですからね。でも、成功するまでに何度も破産してるんですよ、ポイントはね。うんですね。それでもって、最終的に自分の中で、ルールを決めてっていうのが、まさに今日出てくるルールだと思います。なんと最終的にはですね、勝率 80% を誇ったらしいです。天才トレーダーですよね。歴史に残る相場師の一人でしょうね。はい。そんなギャンのルールを、まず早速見ていきたいと思います。で、28のルールがあるんですけれども、リスク管理とトレードの前段階、準備段階と、ポジショニングと、あとはトレードの考え方の4つの項目を分けてみました。星がですね、山中さんが特に重要視しているところですね。まず早速出てくるんですけど、1回の売買の最大の損失は総資産の10分の1以下。10分の1以下だと結構大きいような。大きいんですよね。で、これ当時の考え方だと思います。ただ、今現在はやはり総資産の20分の1でも大きいと思います。ですから、例えば100万円の証拠金に対して5万円以下。ですから、ギャンは総資産の10分の1以下って言ってますけども、私は、20分の1未満っていうような言い方をよくします。もう 5% 以下ですね。はい。で、当然ですけど、もちろんポジションを持った時にストップロスオーダーを置きましょうと。ただこれ、注文時に同時にストップロスオーダーを置くっていうことは、どこまでいったらやめるのかっていうことが最初に決まってないといけないので、まずその注文する前に、どこでやめるのかっていうことを考えてから注文出せと。もうボタンを押した瞬間に、もう正常な考え方できなくなっちゃうんだね。ということで、これも非常に重要だと思いますね。ポジションを持つときに、そもそもリスクを知っておきましょうというところですね。そして、そのストップロス注文は決してキャンセルしないと。もう、ストップロス注文をキャンセルしてはろくなことないと思います。で、よくあるのが、例えば自分が買い持ちを持っていて、ストップロスを、例えば50銭下に置きましたと。で、これ45銭ぐらいまで来て、あと5銭。これもう5銭、これワンタッチして、ストップだけでストップ狩りされて、また戻るに違いないって言ってですね、キャンセルするじゃないですか。で、もしその瞬間に変なニュースでも出たらどうするんですかっていう、そういう交通事故みたいなことってやっぱり長い間には起きるんですよね。ですから、ストップロスはとにかくキャンセルしないっていう、このリスク管理の中ではこの3つは非常に重要だと思います。もちろん他のことも大事なんですよ。仮にもう、反発しそうでも一度損切りにかかって、その後にまたエントリーするかどうかを考えます。そうですね。一度でもつければいいんですよ。なんか結構自分のストップがついてから、あと1戦2戦とかって意外とありますもん。あ、なるほど。やっぱり節目にのところに置いてるので。かかることもある。ある、うん、あ、だから、でも、その時は、まあ、別にストップ狩りだとか考えずに、まあ、自分の置いた水準が、まあ、ちょっと違ってたのかなって考えて、それで、じゃあ、それからどうしようって、もう一回考え直せばいいんですよね。で、その時には、もし本当にストップつけられちゃって、また同じ方向で持つんだったら、はい、躊躇せずに、多少水準が違ってても、まあ、すぐにポジションを取り直すというふうにすればいいだけですからね。30数年のもう経験を持った山中さんとはやっぱりもう一度ストップロスヒットさせたらもうそのままにしましょうと、そのままにしましょうっていうか、もうストップロスはキャンセルしない。もうそれはなぜかっていうと、最初に置いた時っていうのは冷静なんですよ。なるほどですね。で、近づいてきた時はもう冷静じゃないんですね。そうだからキャンセルしないと。はい。次、トレードの前段階、準備段階ですね。まず活発な市場で値動きのある。市場で売買しましょうというところですけどね。これはやっぱりリスク管理のところにも関わると思うんですけれども、はい、流動性のあるところじゃないとリスクが見えなくなる可能性もあると。そうですね。まあ、まあ、当たり前のこととかね、結構書いたんですよ。その値ごろ感で取引するなだとかね。はい、まあ、こういうのも結構大事なんですけれども、やっぱりこの中で個人的に重要だなと思うのは、とにかくトレンドに逆らわない。2021年の1月はトレンドに逆らってやられ続けましてっていうね。まあそういう話になっちゃうわけですけども、はい、その時に素直にドル買ってりゃよかったじゃないかと。ね。だからトレンドに逆らわないって、あとはトレンドに確信がない時は売買しなければ、そんな、トレンドと違う方向でもってやられることもないよねっていうことなんですけども、まあこれは、ある意味、順張り、っていうのがまず基本であるトレンドの逆らい。ただ、順張りじゃなくてもですね、一旦ここからもう天井圏でこの後下がるんだっていうような確信があるんだったら、それはまあ逆張りの時にも別にいいとは思うんですよ。ただ、要は何か確信が持てるっていうことが必要じゃないかなっていうことですね。はい。そうですね。明確な理由なき売買をしちゃいけない。そう、結局は、どんな人でもそうだと思うんですけれども、さっきのその値ごろ感でっていうのがダメだよっていうのと同じなんですけれども、はい、とにかく理由が必要ですね。で、その理由は何なのかっていうと、こういう材料があり、ここまで下がったら買うんだとか、あるいはここをブレイクしたら買うんだみたいな、自分でもってあらかじめシナリオを立てる、そのシナリオが明確であること。これもですね、いい加減な、ルールじゃなくて、とにかく明確な自分のそのトレードスタイルを決めたら、とにかくそれに沿って売買を繰り返していくっていうことが、最終的に売買が続けられる、かつ方向につながっていくっていうことだと思うので、とにかくまあ明確な理由に従って売買を行うっていう、これはこの、今日選んでる中でも一番推しのルールですね。はい、いやあれですね、なんか上がりそうだから買う、下がりそうだから売るっていうのもあるんですけど、まあ、他人に説明できるくらい明確な理由がないと売買をしてはいけない。そうですね。理由なしにね、なんか上がりそうだなとか、そんなんで売買をして下がったらどうするんですかっていうことですし、あとはそれこそストップロスを置いてればまだいいんですけども、ストップロスを置かないで、例えば下がってきちゃった、どうしようって買ってた時に、でそれどうしようっていうふうに思った瞬間にもうやっぱここで負けちゃってますからね。そうですね。明確な理由がないから損切りもできなくなる。そうなんですよね。迷ってしまう。とにかく明確な理由、自分が明確な理由を作れるように、そしてその明確な理由を作ったら、とにかくそれに沿って売買をしてくださいっていうことですね。この中で一つ不思議なのが、上から2番目、差し値注文は使わず成り行きのみを行う。これだけちょっと今の相場というか、私そうですよ。あ、そうなの。私守ってますよ。これは基本的に差し値はしないです。で、なんで差し値しないのかっていうと、例えば115円の今ちょうどで例えば取引されてるするじゃないですか。もうちょっと下がりそうだなと思った時に、じゃあもうちょっと下がったらっていくらなのか。例えば114円の90なのか、114円の80なのか。よし、じゃあ114円の80で買いを置こうというふうに思った時に、実際には85までしか下がらないで、その後ボーンと1円上がっちゃった時どうするのっていう話ですよね。だったらば、115円を割り始めた時に、その時は仕方ないから見ていて、見てたところでもって、成り行きで買う。で、あるいは、その差し値をしないんだったらば、必ず OCO でもってね、例えば今のケースだったら114円の80銭で買いたいけども、はい、もしつかないで115円の10まで戻ってきちゃったらやっぱり買おうっていうんだったら、114円の80の差し願いと115円当選の逆差しの買いで、OCO のどっちに行っても買うんだっていうね。っていうか、そもそもなんで買うのかっていうんだったら、上がると思うから買うわけなんだよね。そうですね。で、上がると思うんだったら買えよってことだと思うんですよね。だからそういった意味では、個人的には指値は使わずに成り行きをベースにします。で、そうじゃないとき、なんかこの辺まで来たら買いたいけど、でもつかないかもしれないなっていうようなときには、一応 OCO でもって両方とも買いの注文を入れるみたいな、そういうやり方をしますね。本当は下で買いたいけど、もし買えなかった場合、上がるシナリオがあるから、その場合は、そうそう、もう上がるシナリオを持ってんだったら、もう今買えようでいいんですけども、まあでもちょっともうちょっと待ちたいよなっていう時もあるんでね、はい、そういう時は指し値プラス逆指しの買いを組み合わせておくっていうことはしますね。なるほど。これは非常に参考になる売買テクニックかなと。では続いてポジショニングのところですけれども、では2番目、難品をして損失の平均化をしないとありますけど、はい、これはですね、はい、難品をするっていうことと、例えばその買い増しっていうとですね、はい、買いポジションを今買いましたと、うん、その時に自分の思惑とは逆に下がってって買い下がるのが難品ですよね。はい、逆に自分が買ったってことは上がると思って買ってるわけですから、思惑通りに上がりました。で、思惑通りに上がってった時に前回高値を超えたら、そこでもってさらに買います。これアベレージング、いわゆるピラミディングっていうことになるんですけども、はい、アベレージングっていうのは、そもそも最初の買いよりも今の買いの方が高いところにあるので、2つの買いの平均値は今よりも低いと。はい、ところが難品っていうのは最初に買ったところよりも今の方が下がっちゃってるわけなので、平均を出したとしてもですね、今の水準よりも持ち値が高くなってしまう。で、ここでもって戻ればいいです。だけど戻らなくて、もう一回さらに下がっちゃったらどうすればいいのかっていう時に、ここでもって悩みが出てくる。そうですね。なかなか切れない。ただ、難品絶対するなとは私は言わなくてですね、はい、難品するなら1回までと。うん、で、例えば、115円で買いました。114円80銭で買いました。平均コストが114円90銭です。だけど、それよりも50銭下がって、114円の40銭までいったらやめますっていう、そういう明確なルールがあるんだったらば、1回だけの難品っていうのはしてもいいっていうふうに私は言いますね。どちらかというとあれですよね。前向きな難品ですよね。打診買いで、相場が本当はもっと下で買いたいけど相場は上がりそうだ。うん、だから打診買いをする。で、その後実際に相場は下がってきました。買えました。これ難品になるけど本来はその位置で買えたので。前向きな難品という。まあそうですね。ただ、その後もやっぱりルールさえ決めとけばいいわけですよね。はい、必ずさらに下がった時には、やめるところを決めておくと。うん、で、まあ、それともつながるんですけれども、トレーリングしてストップロスを変更し利益を増やすって、今の例えば難品して110円90銭で持ってる平均コストの買いのポジションを、例えば、うまい具合に115円の20銭まで上がってきたと思ったら、その時ストップロスを110円の90銭にすれば、また下がったとしても損にはならないというような、こういった意味では、トレーリングとか、難品、アベレージング、ピラミッティング、この辺は、うまく使っていくっていうのは、重要でしょうね。だから、ポジショニングっていうのは、ある意味、結構、初心者向けではないと思います。結構ある程度慣れてきた人が真剣に考えるべきテーマじゃないかなと思いますね。初心者はもう基本的に1トレード1ポジション。そうですね。もうその方が安心だと思います。うん、はい。最後取引の考え方っていうところですけど、まず両立ては行わないようにしましょう。ヘッジの両立ては行わないですね。うん、特にドル円とか別に売りで持ってても買いで持ってても、今ちょっとアメリカの金利が上がりそうなんであれなんですけども、はい、金利差がほとんどない場合にはどっちで持っててもそんなに違いはないよねとかっていうふうにも思えるんですけども、それでも両方持ってたら着実に毎日、要は手数料じゃないですけれども、コストとして、マイナスになっていくので、これはしない方がいいですよねって感じですね。そしてですね、2番目と下から2番目、決済した後の行動なんですけど、はい、利益が出た後も、損失が出た後も、取引量を減らすって書いてあるんですよ。うん、これはですね、2番目はちょっと私は違うんじゃないかなと。利益を得たら、例えば証拠金が2倍になったらね、利益が出て、そしたら取引量も、ただし、これは倍にしてもいいのかっていうと、ちょっと違うよねって言って、例えば100万円の証拠金が出たら、これどっかのルールにあったと思うんですけれども、はい、利益は別勘定にしとけみたいなのがあると思うんですけども、ね、100万円の利益が出たんだったらば、50万円のね、ポジションを増やすために使う。つまり、100万円が200万になったら、50万円は避けておいて、150万円の証拠金でポジションを 1.5 倍にしろっていうのが正しいと思いますね。ただ、損失が出た時取引量を減らせっていうのは、これは例えば100万円の証拠金が50万円に減った時、これ半分に減っちゃったら結構大変なんですけれども、何しろ元に戻すのに、1年間で元に戻すってことは年利 100% 稼げってことになるので、ですから、まあ要はそれでもって取り返す時にポジションを倍にすれば楽だよねと思っちゃいけないよってことで、逆にもう、損してる時にはポジションを減らして、儲けも逆に損失も小さくして、リズムが出てくるまで、要はおとなしくしていようっていう、そういう感じですよね。ですから、損が出たから、それを取り返そうと思って取引量を増やすことは絶対にしちゃダメだよっていうことですね。こっちは重要だと思いますね。そうですね。はい、あとはね、意外とこの他人の意見に従う必要はないっていうのも大事で、はい、例えばエコノミストとかストラテジストとかいう人が、どこまで、ドルが上がりそうですよとか下がりそうですよとかいろんなこと言ってますけど、そういう人たちって基本的にはその会社の、まあ、利益代表っていうような感じでね、その会社のポジショントークをしてるわけですよ。あ、確かに大きな金融機関。はい。ね、中になった方がいい。ゴールドマンがどうこう言ってるとかって言うけど、そんなのに従ってったら下手したら、うまく彼らの、利食いに使われちゃいますからね。なるほど。ですから、まあ、あまり人の意見に聞くよりも、まあ、とにかく自分で勉強して、自分の意見を、僕なんか人のレポートって絶対読まないです。絶対。迷うだけだし、あとは、下手な人の意見よりも、やっぱり自分の方が、正しいんじゃないかと思うことも多いんで、他人の意見は聞く耳持たないですね。はい。とにかくやっぱり自分で明確なルールを作らないといけない。そう、だから、もうね、そのためには何が必要かっていうと勉強しなさいっていうことになっちゃいますけども、勉強した上でそういうことをすれば、最終的には自分の意見でもって明確なルールを決めることができますよってことですね。うん、これやっぱりですね、まあ、ルールってちゃんと作ってない、作っても割と忘れちゃうこととかあってですね、僕実はトレードうまくいってない時に、こう、モニターの横に貼ってたことがあるんですけど、うん、山中さんとか知り合いのトレーナーの方でそういった方いますよ。でも僕はね、あれなんですよ。これ、印刷して貼っとけって言いますもん。あ、なるほど。やっぱりそう。貼らせます。それでもってチェックするんですよ。守れたか守れないかっていうのをね。で、半分しか守れてないとかっていうような時は、ちょっともう一回自分のトレードスタイルを見直しましょうねと。逆に全部守れるなんていうのは無理だと思うんです、正直。はい。だけど、例えばその28のルールのうち、もうちょっと5つぐらいは守れなかったけど、23ぐらいもうできてるっていうんだったら、もうその人は、それなりにトレードのルールも確立できてると思うんですよ。ある程度、じゃあご自身にもしかしたら合わないルールとかもあるかもしれないけれども、少なくとも半分以上は守るようにしましょう。そうですね。半分以上を破ってるようだと、ちょっともう一回見直してくださいとしか言いようがないですね。もしですね、トレードで伸び悩んでいるなと思う方はですね、ぜひ、この GAN の28のルールを印刷してですね、トレードの目につくところに貼ってみてですね、実際にこうトレードを始めるときにチェックを入れることをやってみるのをお勧めします。あとは、このね、GAN の28のルールをね、はい、壁紙にすんの。なるほど。絶対見ますね。そう、常に見るでしょ。開いたときに見ますね。確かに、それはいいかもしれないですね。利益を出すためには、ね、多少それぐらいのことをやった方が。CXR で GAN の28ルール壁紙って作るというかね。はい。ではまとめますと、まあ、ご自身の取引ルールを作る上で、まあ、重要なこと、まず GAN のルールを、が一つ参考になりますので、まあ、全部守る必要はないかなとは思うんですけど、少なくとも、守らないとですね、退場していった方がいっぱいいますので、半分以上、できれば3分の2くらいですかね。そうですね。は、守ってですね、ご自身でこう、実際に自分はどういう取引をしてるのかっていうのをチェックしていっていくことがいいかなと思います。その上でやっぱりご自身のですね、取引スタイルとか生活に合ったルール作りで、重要なことを決めていって自分のルールを作っていければ、トレーダーの成績が向上しやすいのかなと思います。はい。本日は利益を出し続けるための鉄則、5000億円を稼いだGANから学ぶ28のルールをお届けしました。皆様の FX のトレードが向上するヒントとなりましたら幸いです。ご参考ください。この番組はトレーダーズ証券みんなの FX の提供でお送りいたしました。みんなの FX では最強水準のスプレッド、高機能な取引ツールが使えるなど、ヒロピーおすすめの FX 会社です。ドル円 0.2 銭、豪ドル円 0.6 銭など非常にスプレッドが狭く、さらに新興国通貨のスワップポイントが高いスイングトレーダーにおすすめのスペックです。さらに、ヒロピー一押しのチャートツール、トレーディングビューを使うことができる国内で数少ない FX 会社です。なんとこの度、3月31日まで新規口座開設キャンペーンを開催しており、一定条件をクリアしますと、最大で5万円分のキャッシュバックチャンスがございます。さらに、現在、ヒロピー×みんなの FX でタイアップキャンペーンも行っております。今ならヒロピー流エントリーポイントの極意や、月末ロンドンフィキシングのトレードパターン、特別レポートとしてプレゼント中です。興味を持った方はぜひみんなの FX 口座開設を行いトレードしてみてください。